イスに向かう遊撃士さんご一行だな。あ、うん、そうだけど。ジャンから連絡がもらった。運賃はギルド持ちだそうだ。早速乗船手続きをするかよ。手続きをしたら船が来るまでここで待った方がいいだろう。もうルアン地方でやり残したことはねえだろうな。よし来た。それじゃあ全員用紙にサインをしてくんな。うん、分かったわ。おお、全員問題ねえな。そんじゃあ定期船が着くまで発着場で適当に待っててくれよ。はーい。さてと、私たちも乗りますか。はい、そうですね。しようとしてさ、ほんとパンパンですよ。クローゼお姉ちゃん、ほんとに行っちゃうの？ごめんね。挨拶しようと思ったんだけど留守にしてるって聞いてルーアンの方に来てたわけね。あ、それじゃあひょっとしてテレサ先生も？間に合ったみたいですね。いきなり見送りして驚かせようなんて言い出すからこんなことになるんだよ。まあ結果オーライってことで。実はジルさんたちからあなたたちが出発することを教えてもらったんです。それでどうせならみんなでお見送りしようということになって。ついでだから私も付き合わせてもらったよ。そうだったんですか。まあエステル姉ちゃん、ヨシオ兄ちゃん、家出しちゃったんだってな。あ、私たち先生からそのことを教えてもらって。そっか、ごめんね、みんなに黙ってて。ううん、いいんです。あの、私たち女神様に毎日お祈りします。ヨシオさんが早く帰ってきますようにって。僕もお祈りする。きっと叶えてくれるの。みんなありがとう。ついでに私たちも女神様に祈らせてもらうわ。エステル、クローゼ、くれぐれも気をつけてね。頑張るのはいいが無理して危険な目には遭うなよ。そんなことになったらあいつ自分が許せなくなるだろうからな。ジル、ハンス君、肝に銘じておくわね。エステルさん、クローゼのことどうかよろしくお願いします。しっかりしているように見えて脆いところがある子ですから。先生任せてください。と言っても私の方がいろいろ助けられちゃいそうだけど。クローゼはこれを機会に自分を見つめ直せるといいわね。自分のすべきことは何なのか焦らず答えを出すといいでしょう。はい、わかりました。遊撃士と学生、どちらも目指すべき道がある。二人ともこれまでの日々で十分力を養ってきたはずだ。己の力を過信せずに使いこなせるようになるといい。そうすれば必ずや困難な道も乗り越えられるだろう。はい。サイス方面行き定期飛行船セシリア号、まもなく離陸します。ご利用の方はお急ぎください。あ、
ステル君、空の旅を満喫しているかい？似たまえ、この雄大なる空の色、まさに最高の酒の魚と言えるだろう。まあいい天気だし景色が綺麗なのも認めるけど、サイスまですぐに着くのにお酒を飲むってどうかと思うわよ。そう言わないでくれたまえ。この空の下のどこかに愛しのヨシア君がいる。ああ、彼は今何を思って旅を続けているのだろうか。そんなことを考えていると飲まずにはいられないのだよ。それ完全に私のセリフなんですけど。まったく、オリビエがいると話が深刻にならなくて助かるわ。お褒めに預かり光栄至極。しかし少々安心したよ。え？漆黒の牙、あの怪盗の残した言葉を聞いて動揺しているかと思ったからね。だが思っていたよりも君の決意は固かったらしい。オリビエってば、私の心配してくれたんだ。愛を求めてさまよう詩人にして演奏家だからね。恋する乙女の味方なのさ。おっと、某日は勘弁してくれたまえ。茶化しているわけじゃない、微笑ましく思っているだけさ。例えばその服だってヨシア君に見てもらいたいと思って新しくしたんだろう。うん、とてもよく似合っているよ。ありがとう。もういきなり真面目に恥ずかしくなること言わないでよ。それにこの服はシラネーがお祝いに見立ててくれたんだから、ヨシアに見てほしいなんてちょっとは思ってるけど。何よ、悪い？いや、予想以上だと思ってね。まあこの話はこのくらいにしておこうかな。エステル君もどうだい？カクテルでもおごらせてもらうよ。遠慮しとくわ。すぐにサイスに着くだろうし、オリビエもほどほどにしないと酔いつぶれて折り損ねちゃうわよ。心配しないでくれたまえ。このオリビエ、美女の尺以外では酔いつぶれたことは一度もないのさ。何の自慢にもならないわね。そうだエステル君、よかったら本でも読むかい？これがなかなか面白いんだが、帝国では発禁になっている本でね。発禁って、いかがわしい本なんじゃないでしょうね。いやいや、カルバード共和国を舞台にした娯楽小説さ。教育上好ましくないという理由で帝国内には出回っていないんだ。ああ、なるほど。帝国っていろいろと厳しいのね。評判を聞いてはいたんだが、ようやく読むことができたよ。噂にたがわず、なかなか読み応えのある内容だった。へえ、どんなお話なの？僕は読み終わったことだし、よければ進呈しようじゃないか。いいの？それじゃあ遠慮なく。
それじゃ結構定期船は使ってる方なんだ。あ、そういえばジークってどうしているの？クローゼの後からのんびりとオートに来るわけ？ジークなら。ジーク来て。え？この船についてきてたんだ。ジークは時速1800セルジで水平飛行することができるんです。この定期船の運航時速は900セルジくらいですから、ジークにとったらお散歩と同じような感覚でついてきているのかもしれませんね。そうなんだ。あんたつくづく普通のハヤブサじゃないわね。ジークが親衛隊の伝令を手伝うことがあるのはこの速さがあるからなんです。動力通信が使えないとき、ジーク以上の速さで情報を届けられる存在はありませんから。そっか、市長逮捕の時もそうだったわね。飛行船はかなり利用するぞ。交易商と同じくらい利用頻度が高いんじゃないか。確かにうちの父さんも出張ばっかりしてたわね。今頃何してるのかな。軍のトップに祭り上げられて目の回るような忙しさだろうさ。いつも余裕そうにしてたからいい気味ってもんだぜ。忙しい父さんってあんまり想像できないけど、でもアガットって基本的に父さんのことを評価してるよね。なのにどうしていつも憎まれ口を叩いたりするわけ？別に憎まれ口を叩いてるわけじゃねえってのも、大体な、失礼なのはどう考えてもお前の親父だぞ。いつも人の顔を見るなりにご苦労だろ、偉い偉いだろ、若造扱いしやがって。確かに父さんってすぐに人をからかってくるよね。まあいつもの減らず口だからあんまり気にならないけど。お前娘でよかったのかもな。あんな親父の息子だったら今頃反抗期の真っ最中だぞ。そういうもんかしら。親父ってのは息子にとっちゃ越えなくちゃならねえ壁だからな。あんなバカ高い壁があった日にはコンプレックスの塊になりそうだぜ。いまいちピンとこないけど、要するにアガット父さんにコンプレックス感じてるわけね。あれ図星だった？うるせえこの似た者親子め。Thank you.
ました。まもなく本船は西須市に到着いたします。着陸の際、多少揺れますので、お早めに座席にお戻りください。始まったか。波の玉じゃねえ女さ。シェラザード以上の除血だから、やけどしたくなけりゃ手を出すなよ。つうかとばっちりを食らいたくねえからやめてくれ。それを聞いたらますます興味が湧いてきたよ。それじゃあ早速ギルドに。キリカさんの怒りなのか？そんなわけあるか。地震みたいですね。助けて、落ちてしまうわ。皆さんどうか落ち着いてください。この発着場は直下型の大地震にも耐えられるように設計されています。大した震度ではありません。どうかご安心を。止まった。もう大丈夫だな。さあ皆さん、慌てず騒がず受付までどうぞ。やれやれ、地震とは久しぶりじゃの。びっくりしちゃった。それほど大きくなかったけど、こんな不安定な場所で揺れるのは勘弁してほしかったわね。そうですね。それにしても、リベールで地震なんて珍しいですね。ほう、そうなのかい？なあ、滅多にあるもんじゃねえ。被害状況を確かめるためにも、とっととギルドに向かうか。中央工房では大きな被害はなかったと。市外も大した騒ぎにはなっていないのでご安心を。ええ、その件についてはよろしくお願いします。それでは。妙なタイミングで到着したわね。よく来たわね、エステル、アガット。発着場ではさぞ驚いたでしょう。久しぶり、キリカさん。たく、相変わらず見透かしやがるな。はい、よろしく頼むぜ。こちらこそ助かるわ。そしてそちらの二人が姫殿下とオリビエさんね。私はキリカ、西須支部の受付を務めている。以後お見知りおきを。はい、こちらこそよろしくお願いします。それにしても予想以上の歌人ぶりだ。このオリビエ、あなたのために即興の曲を奏でさせてもらう。ジャンによれば、あなたたちは正式な協力員になったそうね。協力員は遊撃士と同じように上の休憩所を自由に利用できるわ。待ち合わせに使うといいでしょう。はい、わかりました。即興の曲を。リュートを奏でたいのなら上の休憩所でどうぞご自由に。ただし常識の範囲内でお願いするわ。しくしく、わかりました。知らねえより確かな。
に容赦がないかも。とりあえず溜まっている仕事の状況を早速教えてもらえるか。掲示板の仕事は溜まっているけど、今のところ緊急の仕事はないわ。あなたたちのやりやすいように片付けてくれて結構だけど。ん？どうしたの、キリカさん。これは通常の依頼ではなく、ギルドからの要請なのだけど、あなたたちを結社の調査班と見込んで調べてほしいことがあるの。何？いきなり直球できたわね。あの、どういうことなんでしょうか。調べてほしいのは他でもない、先ほど起こった地震についてよ。地震について調べる？それって被害がどの程度かみんなに聞いて回るってこと？それもあるのだけれど、実は3日ほど前ボルフトリデで同じような地震が発生したらしいの。時間で言うと10秒くらい。特に被害は出なかったらしいわ。なるほど、さっきの地震と似ているな。ただ奇妙なことが一つ。ボルフトリデで地震が起きた時、ツァイス市は全く揺れなかった。それは妙だね。地図で見る限り、ボルフトリデはここからそう遠くはないはずだ。そこが揺れたのなら、こちらでも多少は揺れが感じられるはずだが。ごく小さなものだったから気づかなかったのかもしれない。ただそうね、虫の知らせというのかしら、なんとなく嫌な感じがするのよ。言いたいことはわかるかも。幽霊騒ぎもそうだったけど、変な現象は私も気になるわ。いいだろう、引き受けた。ツァイス市とボルフトリデの双方で聞き込みをした方が良さそうだな。よろしくお願いするわ。ただし市内についてはマードック工房長にお願いして情報を集めてもらっているの。そちらが期待できるから、省いてしまっても構わないわ。なるほど、最低限ボルフトリデで聞き込みをすればいいのね。まあ気になる程度だから緊急性はないと思ってちょうだい。掲示板の依頼をこなしながらゆっくり進めてくれても構わない。それに挨拶したい人たちもいるでしょ。あ、うん、新しいゴスペルの件もあるし、博士とティータに会わなくちゃ。そうですね、その方がいいと思います。ギルドの仕事をするのは挨拶をしてからということだね。ではティータ君と再会するため、いざ出発するとしようか。なんでてめえがいきなり仕切ってやがる。まあいい、ラッセル工房に行くぞ。